はい、どうもこんにちは、サルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。今日が9月26日、今日が最後の、更新がある日ですね。更新と言っていいのかな。あ、そうか、終わったんだね。どっち買ったんだろう。サクマプロは買った。64個でした。やったー、ナイスサクマプロ。サクマ VS サミタはサクマの最後に2連勝って感じだったんですかね。まあちょっとその手前は覚えてないんですけどね。26日でね、今日が最後の交換所の切り替わりポイントなんで、そこはね、すごい楽しみなポイントですよね。最後の最後なので、きっとすごくすごいことが起きちゃうんじゃないかと個人的には予想しております。そんなこんなで今日は、今日はというか今回は UR キャラチケットをとりあえず回しますね。何回目だろうねこれね。とりあえずこれだけでいいかな。さあ、まああと何回引けるかな。結構まだ引けるチャンスはあると思うんですけど、あと本当今日の交換所の開放次第ですね。さあ行きましょう。さあ、もうね、物欲センサーとかね、どうこうとかね、どうなんだろうねって感じだからね、特に何も言わないんだけど、いやー、はるなちゃん、シャイニングスター、はるなちゃんね、すげえ、すげえ、本当に小手川とはるなちゃんのね、引きといったらなんというか、あ、出た、インフィニティトーン。でもね、この超絶系ってね、そんな言うほどね、なんていうか、餌的なやつは持ってないんでね。まあでも言うてすげえ引き必要なんでしょうけどね、これ本当に。思い出見返せるんですね。さて、12レベルか、これで。13になるのか。さてさて。まあしばらくずっとこうなんだろうな。はるなちゃん、揃っちゃうんじゃない？あれ？まあ、ララもね、なんだかんだで3枚か。なんだろうか、これは。で、小手川でしょ。この上の3人強ない？ああ、でもまあ、小手川ここいっぱい引いてるだけで、そんなでもないんだよね。種類的な話するとね。で、でもももって、いや、引いてないよね、ももね。で、ナナも引いてないのか。で、メアが2枚か。いつの間にかメア2枚なんだよな。ね。で、アミちゃんが1枚と。不本意だな。で、みかんも1枚かな。不本意だな。まあ、アザーはゲフンゲフンなんだけどね。一応、項目はあるんだよ。対象のカードがありません。切な。この SR に関してもほぼほぼないからね。ここ以外ないからね。存在してないと言っても過言ではないからね。この SR の枠って。なんだかなーって感じだけどね。ってな感じですかね。というわけで、まあ、まだまだチャンスは私はあると思ってますからね。あと今日の本当ね、10時がすごい楽しみですね。はい。というわけで、じゃあ今回この辺で終了ということで、どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。